大宮山です。海です。わけびです。今回共通テスト前日に湯島天神やってきました。はい、ここでやる企画、うん、共通テスト前日に神頼みするやつ、ろくな受験生いない説、検証していきたいと思います。学問の神様ですね、はい、東京屈指の、はい、由緒ある合格祈願の場所ですけども、ですね、湯島天満宮、ここに来てる受験生、はい、ろくなやつおらんやろと。いや、まあ、親も一緒やな。おやめろお前、親はいいだろお前。前日にね、神頼みすんじゃねえよということで、ね、そう、どんな受験生なのか聞いていきたいと思ってます。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。それでは検証スタート。わかって TV。 さあ見るからにちょっとヤバそうな受験生見つけました。おい、なんだヤバそうと。共通テスト前日に神頼みしてるやつ、ろくでもない受験生説っていうのを検証してまして。現役ですか？あ、1浪目ですね。1浪目、ね、確かに1浪目の言い方、2浪するやつの言い方、やめろ。志望校は東京芸術大学。お、東京アーティストの方、いい、ね、はい、そっちのタイプね。はい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 、芸大手応えどうですか？共通テスト次第ですね。あ、今日でした。明日次第。頑張って勉強せな。あ、もうしました。あ、もうした。あ、やりきったんや。あ、もうやるだけです。あとはやる。おお、目、ね、が座ってる。ね、芸大って、はい、教手よりも、やっぱこの二次の実技とかが重要なんじゃないの？うん、実技はもう好きなことなんで、うんうん、好きなこと今までやってきたなら好きなこと話すだけでしょ。前日に神頼みに来てるってことは、はい、逆に余裕説出てきたな。あ、なるほどね。確かに去年はどんな感じだったんですか？日本大学芸術学部。あ、日芸ね。ってとこだけを受けて、うん、はい、まあいけるっしょみたいな感じでやったら普通に落ちたんで。おうおう、うん、日大落ちの方ですか？やめろお前。まあ、何浪しても無理ちゃう。やめろ。協定の模試とかはどのくらい取れてるんですか？基本的に8割取れてるから。あ、じゃあ乗ってる、合格ライン。9割欲しいですけど、お9割乗るために神頼みって感じで。なるほど、うん、9割あんまないで。いや、俺は言ったけど。いや、お前さ、前日の受験生マウント取るなよ。お前地獄やぞこれ本当に。僕の学歴知ってます？京都大学。正解。中大。おい、ああいい、ああ正解なこと言うな。大正解、大正解。何を祈ったんですか？ちなみに大学行って、うん、自分のやりたい勉強を受かるようにっていうのと、うん、東京大学合格ありがとうございます。東京大学合格、ケアレスミス。東京芸大のくせに東京大学って見えはんな。やめろお前。結論、はい、まあ、ろくでもないやつではなかったかな。お、確かにね、まあ、結論そうやね。はい、またお兄さん見つけました。おい、受験生ですか？受験生です。おー、綺麗な受験生 ね。ちょっとこれは芸役浪人。あ、一浪。一浪目、ね、どこ志望ですか？慶応義塾。慶応に出ました。あ、共通テスト前日に、はい、慶応関係ないや、うん、全部採用って。おお、共通テスト利用ね。なるほど、公立も受けるんで。あ、公立。公立もね。どちらを受けるんですか？横浜市立。横市ですか、ね、今回共通テスト前日に神頼みしてるやつ、ろくでもない受験生説っていうのを検証してるんですけど、ろくでもない受験生って自覚はありますか？ありますね。おるんよ。いや、待って、そんな聞き方あるお前。どの辺がろくでもない？謙遜でね、協定、うん、年日だって言ってみんな焦ってるじゃないですか、うん、焦ってるね。みんな焦ってると逆にやる気が落ちちゃうんで、うん、で最近起きるのが12時とか。え？昼の12時に起きてんの？主婦か。え、じゃあ、いや、主婦だよ。主婦に怒られる。やめろお前。主婦は早いんじゃないし。大丈夫なのそれは？第一志望は慶応なんで。うんうん。いや、慶応12時まで行っていい。ないまだ本気出さんでええもんな、慶応はな。いや、おい、お前も煽るな。2月になってから本気出したらええもんな。遅いわ。星の判定とかはどれやん？いい判定。いい判定なんや。これリアルにろくでもない受験生。ね、ちょっとリアルろくでもない。偏差値なんぼ？55とか。55の慶応志望。いや、やばい、ちょっと待って。ちょ、これさ、マジ協定の前日なんよ。さすがにね、ちょっと心が痛いよ、俺はちょっと。今も帰ってきて。今帰ってきた。はいはい、あー、幸せな脳みそ。はい、女性の方見つけました。はい、志望校はどこですか？明治大学と中央大学。中央、明治中央。喋り方的に留学生のこと？あ、はい。どちらの国から？韓国です。あ、韓国から。いつから日本に？昨日。あ、昨日、日本の留学のために。はい。で、留学の入試が明日あるってこと？明日が明治の面接で、来週の土曜日が中央の面接あります。すごいね。安心してください、うん、面接官あとはパーナー。いや、何の話？何の話？優秀な面接官ってやっぱ東大とか我々京大とかに多いよ。明治とか中央の面接官、窓際族。黙るよ。バカ野郎お前、そんなこと言うな本当に。頑張って TV、 僕らのことは知ってるんですか？知ってます。なんで？大ファンです。大ファン。オール韓国にまでとうとう日本行くんやったらワンチャンちょっと僕らと会いたいなみたいなのも若干ありつつ。そういうことありえる。あ、
ありえると思ってなかった。思ってなかった。ああ、そうだよね、確かにね。俺らが韓国行ったら BTS に会えるみたいな。おい、自分で言うな、そんなこと。願書を書く時、うん、はい、志望理由書を書く時、ほうほうほう、学校のイメージとか、うんうん、知りたくて、うん、若手 TV を見て、めっちゃ参加しました。おお、いや、いいね。うん、法政大学だけは志望理由に若手 TV 書かん方がええ。バカだ、おい。いや、そりゃそうだ、確かに。俺ら反できんやから。いや、やめろ、お前。韓国のその留学生界隈で若手 TV 見てる人がいるんや。めっちゃいるんです。おい、いや、嬉しいね。おら、韓国進出してるんですよ。あ、そう、入試。はい。うん、じゃあ、ちょっと面接の練習というか、はいはい、向こうで多分シミュレーションも足りてへんやろうから。おう、ちょっと練習ね、いいんじゃない？やっていきましょう。明治大学へようこそ。はい、君はどうして早稲田じゃなくて明治なのかな。実力が足りてないんだろうね。君の実力のなさをほら喋ってみなさい。早稲田難しいか。おい、これジャパニーズ面接か。いやないない、やめてよそんな。いや、されない。明治のリアルな志望理由は何なんですか。聴覚障害者。おお、はい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 、はい、で旅行業。おツアリズム、マネジメントを提供したいっていう方法があるので、すごい素晴らしい、はい、うん、これを目指して明治大学、うん、おー、素晴らしいですね。尊っ、尊いよお前。お前さっきのさ、食い改めろお前。というわけで、ろくでもない受験生ではなかった。あ、そこだったね、今日ね。こんだけね、絵もありますけども、はい、こんなみんな受験に困ってんの、俺全く困らんかったけど。おい、うるせえよお前。おい、大学院に乗ってる人もいますね。ちょっともうこれムカつくねんけど。慶応、中央、兄弟全勝できるようになんで兄弟一番下。確かに。じゃあ僕らもね、参拝していきたいと思います。はい、よいしょ。東大兄弟みんな落ちて俺だけが高学歴な世の中になりますように。ゴミかお前、願い事ゴミやお前。本当、みんなの幸せに乗れよお前。ちなみにビーヤマはどんなこと言うのかな。シュチュニクリンの世界に入れますよ。おい、何やっとんねん。はい、2人組見つけました。はい、受験生、はい、おお、現役浪人？浪人。一浪。なるほど。はいはい、今回共通テスト前日に神頼みするやつ、ろくでもない受験生説を検証と、ね、うん、いう企画をやってるんですけど。ごめんね。志望校どこ？愛知県立大学。どこやねん。お、愛知県立大学。何を学びたいんですか？看護を学んで。あ、看護でね。あ、それは素晴らしいですね。ね、はい。共通テスト前日だけど、大そうやん、共通テスト。前半出てます。こういうこと。おお、すごい。受かりそうなんや。はい。じゃあ、ろくでもない受験生では？まあ、ないですね。ない。はい、ただ志望校は低いから、うん、ろくでもない受験生の可能性は、うん、ある。やめろ。君はまだちょっと可能性あるよ。志望校はどこ？慶応。慶応。慶応いそうやね。明日の共通テストは。まあ無関係やね。どうなの、その慶応は。なんちゃって慶応志望とかも多いからさ。厳しいですね。お、厳しい。あら、 D 判定。 D 判定 E ではない。 E ではない。きついね。いや、おいおいおい。あー、 E ってことは、うん、偏差値何本ぐらい。3科目が59。中途半端やな、うん、だから言うなってお前。どうなの最近の勉強時間は。サボっちゃってる。サボっちゃってる。ちょっとなんでその勉強のモチベーションがここに来て下がっちゃってんの。うん、朝起きれなくなっちゃう。朝起きれない。寒いし、ちょっとダラダラしちゃう。寒いしダラダラしちゃう。ちょっとおばあちゃんか。朝起きれないんや。そうですね。うん、ビーヤマはな、朝両方起きてるもんな。いや、何の話。そっちは僕持ってる。乗らんでええねんお前も。昔のアニメでさ、この、うん、こんなんあるやん、この動くやつ、 T シャツが動くやつあるやん。ああ、ピョン吉ね。ピョン吉みたいな。それと一緒で、こっちに連れてってもらったやんちゃう。こっちに連れてってもらった。ああ。というわけで、じゃあ、はい、彼は6でもない認定でいいでしょう。うん、まあまあね、はい、はい、愛知県立大は6でもない大学やと思う。やめろお前。君はちょっと6でもない認定です。いや、6でもそうですね、ちょっとね。ただまあ挽回劇んで、はい、頑張ってください。頑張ってほしいです。湯島天神、お母さん、来てました。はい、お子さんが大学受験ですか。去年。あ、去年受験か。はいはいはい。今日はどうして。浪人生の子とか、あとは今年受験の子たちが、あの実力を震えるようにということで、え、陰ながら、自分の子供じゃない、もしくは全国に子供がいるパターン。いや、やめろお前。ちょっと複雑や。他人の子供のことをちょっといなおうかなっていう。同級生も、ほら浪人生も。ああ、子供の同級生で浪人生。めちゃめちゃいい人。先生とかじゃないですよね。
センス全然お母さんです。お母さん今回ですけど、競艇前日に来てる、神頼みしてるやつ、ろくでもない受験生説っていうのを検証してまして、お子さん去年どんな感じだったか聞きましょうか。去年はもう怒涛のバトルで、怒涛のバトル面白い、親が望んでるところと、子供が高望みしてるところとのバトルで、親はもう安定を望んでたんですけど、無理すんなと、まあ、無理すんなと、どこ目指してたんですか。あ、京都大学。京大。ああ、まあ目指したくなるよね。いや、喜ぶなお前は。わかるわかる。でも大体無理やから。いや、おい。最低かお前本当に。お母さんは どこが良かったんですか。東京農業大学。え、偏差値50ぐらいですよ。そうです。はい、オホーツク港しかも。オホーツク。あらありますね。はいはいはい。人間の数より牛の数の方が多いって。どんなとこや。全然ちゃうやん。え、結果京大受けたんですか。共通テストの点数が一致して、で、でしょうね、おいでしょうね、じゃあ親から東京農大って思われてる、受験生が京大のボーダー取れるわけない。いやいや、まあ、まあ分からんよね。それでどこ受けたんですか。結局地大の文系を上から受けてた感じで、無事合格をいただいたところに。お、どの辺ですか。あ、慶応。慶応に、はい、あ、今日受かったの。すごいやん、めちゃすごい。慶応受かる人に東京農大オホーツク校行かせようとしてやばいお母さん。ちょっとやめろお前。高校とかも聞いても大丈夫ですか。駒場東高。駒東の兄弟志望、東京農大オホーツク校行かせようとした。先生も大反対。大反対。結論としては、ろくでもないお母さんでいいですか。やめろお前。というわけでやってきました。競艇前日に神頼みしてるやつ、ろくでもない受験生説を検証。はい、ろくでもないやつもいましたと。おい、まあまあね。いやいや、まあ、ろくでもないやつ見ましたけどね。まあ全員ではないけどね。そうそう、ちゃんとした人もいましたよ。ちょっと祈ってる人とかね。まあ湯島天地やっぱね、それぞれ思いがあってきてるから、ね、まあおもろいやつは多かったね。そうですね、はい。まあ本当にね、まあ、共通テストこれも終わってるんですけど、上がる頃には、まだ受験残ってる人もいると思うしね。最後はね、やりきった最後神頼みしかないと思うんで、そこは皆さん祈って、受験最後まで頑張ってください。俺はいつか学歴の神になる。やかましいわ。皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対します。じゃあ今日この辺でバイ。じゃあ今手に行きます。じゃあ僕らもね、視聴者のために絵馬買ったんで書いていきました。えビヤマからは、シワオナンショーイコリュウリーダハン。中国の神社ちゃうね。中国語が流暢に話せますようにということで、いや自分の願いを書きました。おい、はい、おい、みんなのこと言い合ったれよ。そうです、そうですね、はい、ちゃんとね、分かって TV 視聴者頑張れってね、書いときましたんでね。はい、はい、え、ふうみんは、はい、東大京大以外はエフラン、普通にしてたら受かる。やめろお前、おいお前の志望校大したことないで、ね、いや、おい、煽るなお前本当に。分かって TV もね、せっかく受験のチャンネルやってますから、はい、はい、まあ、誰よりもみんなのね、合格祈ってます。そうなんです、応援します。本当に合格になって一緒に見下そうぜ。やめろお前。これね、ちゃんとしっかり結んどいたんで、みんな頑張れよ。